はい、オーディエンスの皆様こんにちは。TikTok に偽アカを作られる男、一ノ瀬でございます。決まりました参りましたね。これね、私作ってないから、ほら見てごらんよ。ほら、あの釣った方とヘンスターしかないから、うん、TikTok はあのアカウント作ってないからね。あれ偽物だからね。なんか間違えてフォローしてる人いるけど、私じゃないからね。さあ1月中旬になったんですけども、メモリアルな季節がやってまいりました。いらっしゃいませこんにちは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 。こんにちは。500円玉。さあ2024年一発目に紹介するのはこちらでございます。プレミアムデラックスメモリアルマグナム&ブーストレイズバックルセット。はい、対象年齢15歳以上。私が15歳以上になっている世界ドネ。この後ろのハイスペックベルトとこれを組み合わせることによって、もう CSM デザイアドライバーの発売はもうなくなったという解釈でいいのかな。っていうぐらいやばいみたいですこれ。箱の正面には仮面ライダーギーツ、そして後ろにはマグナムレイズバックルで、箱の上には浮世エースのデザイアカード、そして箱の裏がブーストフォームのギーツに、後ろにはブーストレイズバックル。さて大丈夫かな大丈夫かなこれね。あのね、最近やらかしてますから、うん、やらかしてますからね。なんだこれ、場合によってはさ閉じなきゃいけないのかなこれはい、では早速こちらを開けていく前に、はい、オラミンセイセット Get ready for 一ノ瀬 and オルナミンセイ。あー元気あったんですよ。 Ready fight。 さあ開けていきましょう。その偽垢作った人もかわいそうに、後々とんでもない不幸が訪れるよ。うん覚悟しとけ。さあそれでは参りましょう。イデオプレミアムデラックスマグナム&ブーストジェシャ。はい、せーのドン。おっと、パッと見普通の感じだけども、さあどうでしょうか。あ、ハンドルが長い、ハンドルが長くなってる。あー、いいぞいいぞ、大丈夫かな。 Get ready for boost ドン。おお、なっけ。 And マグナム。おー、なっけ。シュン。ほん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 。さあそれでは詳しく見ていきましょう。さあそれでは見ていく前に、まずこちら500円玉じゃないよ、500円のキャッシュバックじゃないよ。こちら本編にも登場してきた浮世エースのコイン。さあこちら予約開始から2日間限定で、その2日間の間に予約すると手に入ることができるこのコイン。あ、なんかペリペリあるわ。ペリペリペリ Made in China。このコインに説明書っているんだ。はい、浮世エースのコイン取扱説明書と浮世エースのコインと、あと注意事項書いてあるだけだね。さあこちら本編でエースが持っていたコイン、第1話の冒頭シーンが非常に印象深かった。で素材の方はダイキャストで、ちなみにこのコインに描かれている人は、あれ、え、隣に住んでるよ。え、そして裏面、裏面には王冠と2本の剣が交わってる。こうやって指に乗せて変身。ただいま平成が入ってしまいました、大変申し訳ございませんでした。さあそれではレイズバックル見ていきましょう。まずはこちらメモリアルマグナムレイズバックル。まず何が違うのかっていうと、サイズ、グリップの部分がデラックス版と比べて 130% アップと、大きくなったと。でこっちの部分はサイズは変わらない。さあデラックス版を並べると、あー全然違う。はい、明らかにグリップが長くなっているし、このレッドのトリガー部分も大きさが変わってる。このプレミアムの方がちっちゃくなってるね。さらに塗装部分もバージョンアップ、グレーの成型色からシルバーの塗装になってる。でこのトリガーの部分もレッドの成型色からこちらメタリックレッドの塗装に変更。おー、なかなか進化してるぞおい。そしてグリップだけではない、こちらの本体の方も塗装が変わってる。まずこのシリンダーのこの真ん中のレッドの部分、このレッドの部分も塗装になってる。さらに色も濃くなったから見た目もくっきりしていていいね。でさらにこの部分とこの上のこの部分、パールホワイトの成型色だったのが、今回はこことここがパールホワイトの塗装になってる。まあ表のこの造形の部分は特に変更はないかな。あ、多分これみんなだったらこれあれかな、ググッとなんか傷入っちゃってるけど、これ多分これ最近のみんなは
起こんのかなこれ。まあ私これまあちょっと気になるっちゃ気になるけど、こちら私は目をつむりにしておこう。いや器がでかいな私。そして裏面、こちらのメモリアルにはあの浮世エースのセリフが入っているので、今回ここに電池ボックスが追加。電池の方はボタン電池。これデラックス版どうだったっけ。ああなるほど、そうか、ここのスペースのところに電池ボックスが入ったと。うん、完全な新規造形。下の部分も新規造形になっていると。この肉抜きが目立たなくなったのがいいね。でここの部分のこの下の方にはボタンがあって、ここはセリフ音声とかのモードチェンジのボタンで、このレールの部分は、あこちらはデラックス版と一緒、両方とも062と書いてあって、ピンも一緒。さあそれでは音声聞いていきましょう。絶縁シート編入。特にならない。まずこの状態でトリガーを引くと、鐘のゴーンゴーンと。でもう一回押すとリボルバーオンで、もう一つが銃撃音。てか音でかい。でスピーカーはここ、デラックス版だとここの部分。うまいこと言えるね。でこのリボルバー回転は、あこちらの音声はこのトリガーと一緒か。でお次はこの下の部分のこのボタン、このボタンを単押しすると浮世エースのセリフが55種類。てんこ盛りだなおい。55種類ということで、ちょっとかいつまんでいきます。こんな世界は終わらせよ、もう一度やり直すために。さあここからがハイライトだ。ギーツ、仮面ライダーギーツだ。これは世界を作り変えるゲームだ。さあ始まるぞ、新しい世界が。ようこそ俺の世界へ。戦うしか、俺の理想の世界を叶えるまでは終われない。ま、俺が何考えてんのかわからなくて当然だ。狐だからな。当然だよ、スターオブザスターズオブザスターズだしな。仮面ライダーギーツ、その言葉をお前は信じるか。また会いに来いよ。お前はギーツ公認サポーター1号だからな。叶えてみせる、誰もが幸せになれる世界を。どうやら強い願いが集まれば集まるほど俺の創生の力が強くなるらしい。誰かを犠牲にして叶えた世界に本当の幸せはない。信じることに根拠はいらない。必ず叶えられると信じるからこそ叶うんだ。世界を作り変えた代償か。どうやら俺も完全に創生の神になりつつあるようだな。もし誰もが幸せになれる世界が叶うとしたら、方法は一つしかない。お前らの道具になる気はない。俺は俺の意志で創生の力を操る。知ってるか、神様には時間なんて関係ないんだぜ。さあ始めよう、誰もが幸せになれる世界を。この世界は生まれ変わる。幸せの総量も限界もない。みんなが願った分だけみんなが幸せになれる、そんな世界に。だからお前らも幸せになれよ。俺のことなんて忘れるに限る。狐だからな。きっと叶う、願い続ける限り。この世界も人も幸せになれる。幸せになれよ。さあお次はこちらメモリアルブーストレイズバックル。さあマグナムと同様、こちらはハンドルの部分が長くなってるね。長くなってるし、塗装の方もバージョンアップ。このハンドルの先のこの部分、グレーの成型色からシルバーの塗装に変更。このレッドの部分も成型色から塗装に変更。で、バックル側の方は、この前面のこれメッキの感じはここは変わらずだね。まあ、パッと見た感じ、特にその、このメッキの剥がれとかはないかな。この上の部分も成型色から塗装に変更。ツヤツヤしてる。で、裏側。で、こっちにも音声ギミックが搭載されているので、ここに電池ボックス。で、スピーカーの方はさっきマグナムはこの前の方にあったんだけども、こっ
ちは後ろに来てる。こちらもデラックスと並べると、うん、やっぱ裏も全然違う。もう完全に新規造形で、レールの部分はこっちはデラックス版と一緒。059ピンも一緒で、こっちにもこの下にはボタンがある。はい、ふにゅっ。さあ、それでは単体音声聞いていきましょう。このブーストはめちゃくちゃモードがあって、通常モードとエースモード、軽和モード、ネオンモード、道長モードがある。これはみんな使ってたからね。で、モードチェンジするにはこの下のボタンを2秒以上長押し。さあ、ここからがハイライトだ。はいはいはい。で、これでエースモード。とりあえずこのエースモードの状態でこのハンドル操作による音声聞いていきましょう。まずは1個目。これも音でかい。1個目がブーストライカー音。2個目、ハンドル音1。3個目、ハンドル音2。で、次はこの4つ目がエースモードにしか入っていない音声、ブーストライカーの鳴き声、コンちゃんですよ。で、最後がカネの音。で、このエースモード以外、他のモードに関しては、さっきのこのブーストライカーの鳴き声は鳴らなくて、他の音声は鳴ると。はい、お次はセリフ音声。まずはエースモード。全部で10種類。お、ブーストバックルか。切り札は、俺が持ってる。いよいよこいつの出番か。あいつを使えるのは、一度きりだからな。サポーターからのプレゼントか。じゃあ、本日のハイライトといきますか、コーンちゃん。諦めない。そこに願いがある限り、俺の覚悟を思い知れ。うわあ！これ、ま、説明書にも書いてあるんだけど、このうおーっていうのが、このブーストレイズバックルがブーストマーク2レイズバックルになるシーンよりって書いてあるんだけど。これが俺の求めていた力。ではモードチェンジ。退場した人たちを蘇らせるために。はい、これで軽和モード。で、軽和モードでセリフ音声。こちら全部で12種類。これは、なんかすごいやつ？世界を変えるには、戦うしか。へぇ、ブーストバックルってすげぇ。ちょ、俺のブーストバックル返してよ。おぉ、ブーストバックル、ラッキー。一度もないんだけどね。俺のバックル返してください。ブーストバックルゲット。危ないからみんなは下がってて。ああ、だから俺が守る。俺戦うよ。失ってしまった人たちを取り戻すために。はじめはただの一般人だったけど、俺たち少しずつ仮面ライダーになれてるのかな。モードチェンジ。こんにちは、ネオンです。しっかり。うわーっと。はい、これネオンモードなんだけど、今ピカリの後に効果音が入ってる。はい、ネオンモードでセリフ音声全部で9種類。あなたがじゃないんだ。本当の愛が欲しい。ブーストマーゴ、いくよー。まだ、終わりがない。私は諦めない。私の理想を叶えるために。ありがとう。本当のこと言ってくれてありがとう。でも私には帰れる場所なんてないよ。モードチェンジ。すべての仮面ライダーをぶっ潰す。道長モード。全部で9種類。お前いつもそれ手に入れてないか。運がいいのか悪いのか分かんないやつだな。お前が探してるのはこれか。ずさんな管理で盗まれる方が悪い。どっちが先にこのバックルをつかみ取るか。ビーチフラッグス改め、ビーチブーストだ。誰かを蹴落とさなきゃ、理想の世界はつかめない。それがデザイアグランプリだ。パートナーは誰でもよかった。
で道長モードからモードチェンジすると、これで通常モードに戻る。さあデザドラつけたということで、まずはマグナムレイズバックルから。さっきこれ説明するの忘れてました。こちらには3つのモードがあって、通常モード、効果音モード、そして最終回モードの3つ。通常モードに関しては、まあ簡単に言うともうデラックス版と一緒、特にこっちからの音声はならない。でセリフの方はこの1から55までちゃんとなると。でお次は効果音モード。効果音モードにするとマグナムフォームへの変身を追加を効果音が発動、まあ、ここから追加の音が鳴ると。最終回以外のセリフ、このセリフの1から43までが鳴る。で3つ目最終回モード、でこれが最終回のあの For Desire で、セリフの方は最終回のみ、44から55番目までの音声だけが鳴ると。で通常モードはもう本当に通常なんで、ここが省く。この下のボタンを2秒以上長押し。はい、エントリーと。これで効果音モード。ではまずはマグナムフォームに変身。はい、デザドラから変身待機音が流れているんだけど、ここでマグナムレイズバックルのこのさっきの下のボタンを単押しすると、変身。おおお、おぉ、指パッチンからのエースの変身。これ待機音なしで。変身。音もでかい。てっきりこの変身待機音で音あの隠れちゃうかなって思ってたんだけど、こっちの方が音でかいから聞きやすいね。と、あとこの回転ね。回りやすくなったし、あとあれですよ。このデラックス版ですよ。このリボルバーの部分を一気に回転させちゃうと、あのジリジリってあの回転音が鳴らずに、あの銃撃音が鳴っちゃうと。これはもう発売当時からもう言われてましたね。なんだっけ、今回それが改善されて本編再現のように変身ができると。ちゃんとできるかこれ。え？てかそれよりも今ちゃんとグラグラって回転してもちゃんとジリジリ音が鳴った。やりゃできんじゃないのよ。そう、中にはこのデラックス版をこう改造してうまくやっている人もいたんだけど、私はやっておりません。いや、待った甲斐があったけども、あと、追加音めちゃくちゃ音でけえし。なんだ、もうデザイアドライバーの音聞こえなかったんだけど。あの本編のあの、ウィーンってやつ、あの、なんかよくわかんないあの機械的なやつ、あのウィーンってやつ。あれの音が鳴った。で、変身後にまたこの下のボタンを長押しすると、さあ、ここからがハイライトだ。おお。変身。さあ、ここからがハイライトだ。あ、完璧じゃないのよ。いやこれの意味、もうこれの意味ないじゃん。もうちょ、このサウンドコア ID をセットした状態でももちろん、うん、入る入る、 OK OK。 え、待ってよ、うん、両方から返信が流れる。うん、もういよいよこれの仕様がちなみに変身音が鳴ってる間に、そのボタンを長押し。あー、聞こえるね。一応変身音が鳴ってる間でもセリフ音声は鳴ると。で、長押しじゃなく単押しだと、戦わなきゃ世界を変えられない。普通にセリフが流れると。で、お次は必殺技。こっちは特に音声はなし。で、リボルボーンは、うん、変わらない。そしてお次が、あ、ちょっと待ってね。ブーストレイズバックル。で通常モードの方は変身の追加音声はなし。そして4人の変身ボイスが発動。セットした状態で、でこの下のボタンをまず1回、1回だとエース。そして2回連続押すと、変身。
はい、K は。そして3回押すと。変身。はい、ネオンちゃん。そして4回。変身。はい、道長と。うん、これちょっと、うん、面倒だな。では、ボタンを長押しで。さあ、ここからがハイライトだ。まずはエースモード。で、エースモードにすると、マグナムブーストフォームへの変身を追加効果音が発動と。で、変身音がバージョンアップしたマグナムブーストフォームに変身。このマグナムレイズバックルの方を通常モードに戻す。でないと、あの、音声がごちゃごちゃになっちゃうからね。マグナム。これで通常モード。通常モードとエースモード。変身後の状態でこのブーストレイズバックルの方のボタンを押すと、さあここからがハイライトだ。じゃあ本日のハイライトといきますか、コーンちゃん。はい、この2種類が流れる。お、忘れてました。このサイズ感めちゃくちゃでかい。こんなんちびっこつけたら大変だよね。これどうだ、武人ソードと比べると、あー、メモリアルの方が若干幅が広いんだね。これまあこれは変わらないね。デザドラカになってるから。なんだけども、このブーストタイム必殺技遊び、こっちは音声が追加されてる。コンちゃん、コンちゃんで、こちらもパワーアップ。さあお次、このブーストと、お久しぶりでございます、ウォーターレイズバックル。これを使ってブーストタイム必殺技遊び。このブーストレイズバックルをエースモードにして、さあこれどうやってやるかというと、この下のボタンを押しながらハンドルを2回回す。え、これどうやってやんの、これ難しくねえか。押しながら、え、むず、何の音、押しながら2回回す。あ、ちょっと変わっ、結構変わってるな。で、さっきブーストタイム必殺技と聞き比べたら、まあ音は変わってたね。すごい、わざわざこの必殺技の音を入れてくるとは。え？あ、なるほど、さっきの、わかったわかった、そうか、さっきこの下のボタンを長押しするとなんか謎の音が鳴ったんだけど、これがバックル飛び出し準備音だって。変身した状態で長押し、うん、これがバックル飛び出し準備音。で、これを鳴らした後に外すと、そうするとバックル飛び出し音が鳴る。あ、これ細かいギミックだわ。さあ、ギーツブロック、最後は最終回モード。このマグナムレイズバックルを最終回モードに変更。OK。そしてブーストの方は通常モードに戻す。
なんか最終回モードっていう割には結構シンプル。普通の変身音の後にこのマグナムの方からフォーデザイアと、でこの変身後の後にボタンを長押し。おお、なんだ、もうシンプルにブーストエンドマグナムレディファイトフォーデザイアってなった。やってやるよ、退場した人たちを蘇らせるために。お次は軽和モード。軽和モードにすると忍者ブーストフォームへの変身用追加効果音が発動。いや、今だけこの回転に関しては、頑張って踏ん張りたいと思います。はい、気抜くと本当に私の方が回転しちゃうんで。で、この状態でボタンを押すと、軽和の変身。で、変身後にこのボタンを押すと、やってやるよ、退場した人たちを蘇らせるために。危ないからみんなは下がってて。この2種類。お次はブーストタイム必殺技。お次はネオンモード。で、またボタンを押すと、ネオンちゃんの変身。あれってか、変身じゃないんだ。変身後にボタンを倒し、ベストナーゴ、いくよ。まだ終わりがない。私は諦めない。私の理想を叶えるために、にゃー。この4種類。そして必殺技、そしてさらに、いやー、お懐かしいハンマー、ハンマーカンマーですよ。で、これも先ほどやったようにボタンを押しながら2回回す。お次は道長モード。で、またボタンを押すと、道長の変身。そして必殺技。
はい、ということで今回はプレミアムデラックスメモリアルマグナム&ブーストレイズバックルセットを紹介しました。過去の作品のメモリアル版とは違って、音声だけでなくこのグリップとこのハンドル、このサイズ感をアップさせたのはすごい。あとやっぱなんといってもこのリボルバーの部分ね、ぐるぐるって回してもちゃんとリボルバー音が鳴るように改善されたのは本当嬉しい。あとはもう細かな音声ギミックだったり、あのセリフ音声がもうたくさん入っているんで、でしかもベルト帯がこれですよ、ハイスペックベルト。もうこれとこれを組み合わせちゃったらもうさよなら CSM。 これはもう完全にもう出す気ないね。そして私が届いてきたこちらはですね、不良品ではございませんでした。いやーよかったよかった。なんですけども今釣った方の方で確認するとですね、やらかしてますねやらかしてますね。なんかね、で今のところ確認できるのがこのブーストレイズバックル、この裏のこのレール部分、このレールがマグナムになってるって。おい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 、どういうお笑い。さあこの動画を見てくださっている皆様、あなたのこのセット大丈夫ですか。はい、最後までご視聴ありがとうございました。以上一ノ瀬ハヤトでございました。また次の動画でお会いいたしましょう。